阪神のやっぱり優勝って揺るがなかったね、みんなね、うん、あんだけ負け散らかしたけど、はい、佐藤君だけですよ。あ、そうか、もうのんびりしてるからね。あ、だから佐藤君はもうバーンっては、また外すと思うんですよね、うん、その使い分けが非常にうまいの。なるほど、はい、山崎、あ、球めちゃくちゃ強くなっとるんですよね、うん、はい、3年連続最下位立浪監督はそこはすっごい大人。セリーグ他球団ということでね、ドラゴンズ以外のチーム伺っていこうと思いますが、はい、僕あの阪神がオープン戦ひどかったでしょ、成績ひどかったね、ね、ダントツの最下位だったでしょ。だけどその時ラジオで僕言ってたんですよ、はい、騙されんぞと、はい、ね、あのなんでかっていうと皆さんからちゃんとあの教えられてたから阪神はやっぱりすごいからっていうのを伺ってたから、だから俺は騙されんぞみたいなことを言ってたんですけど、やっぱりそれで開幕してからもちょっと調子悪かったけれどもちゃんと上がってきましたね、うん、まあ、あの評論家がねみんなあの順位予想するけど、やっぱ阪神のやっぱり優勝って揺るがなかったね、みんなね、あんだけ負け散らかしたけど、それは開幕してもあの10試合見たらやばくねと思う、うん、思う人ばっかりだったんですけど、はいはいはい、意外と評論家のあの連中は、うん、いや時期来るから悪いなりに、だってあと借金2つじゃんとかね、うん、そんな感じだったんだ、うん、もうあっという間にね一応に上がって貯金っていう、もうあとはもう佐藤だ、あの佐藤君だけですよ。あ、そうか、もうのんびりしてるからね。あ、だから佐藤君はもうバーンっては、また外すと思うんですよね、うん、その使い分けが非常にうまいのかな。なるほど、はい、これでタイガースちょっとやっぱ外国人弱いじゃないですか、助っ人が。で岡田監督はあんまり外国人のこと信用してないって言ってるんですよ、あの来るやつは。だけどこれで外国人、まあ、大体2人使うじゃないですか、はい、まあ、今1人ですけどね、これで1人当たったらもうえらいことですよ。もうぶっちぎり中のぶっちぎりになっちゃうんで、今ノイジーと前川ちょっと入れ替えたりしてますからね。そうですね、で、まあ、今のそのトータル的なセリーグのバランス見るとめちゃめちゃタイガースがめちゃくちゃもうどんなの、ね、強いっていうわけじゃないけど、うん、他が追従できるだけの戦力持ってない、タイガースと戦うための。それとお正月に山崎さんおっしゃってたんですけど、それぞれがすごい数字ね出してるわけではない、はいはい、そういう意味ではそのバランスが非常にいいチームになっていると。うん、結局やっぱりバッターでは近本がもたもたしてたけど、最近落ち着いてきたらやっぱり整ってきましたね、うん、そうですね、整うですね今流行りの、うんうん、まあどうなるかこんなの分かんないですけど、あの8番木浪っていうので、ね、去年はすごかったというふうに言われましたけど、だからまあ1番がしっかりしてればあのチームは強いですよ。大山もそんな打ってないですか。そうそうですね、ちょっと上がってきたけどね、うん、まあ、どこの球団も、ね、岡田監督のあの木浪のやり方っていうのみんな真似した。あ、そんな感じありますね。みんな8番で、はい、8番でああいうタイプをね、まあ、2番が最強説って2番ですか、はいはい、みんな一貫性がないですよ。本当ですよ。だってヤクルトなんか村上2番ですよ。あ、久々外したんですよ4番から。いや大谷も2番ですから。ねえ、うん、そうですね、まあ、まあ阪神はまあまあやはりさすがだなっていう感じしますね、うん、やっぱりちょっと揺るがない気がしま す,、ね、すね、故障者が、ね、続出しない限りはピッチャーも安定してるし、はい、ね、中継ぎもいいですよね、はい、巨人ですね。巨人が今年はあのピッチャーがいいんですか、なんか防御率が良くてっていう感じになってますけど。そうですね、うん、抑えがまとまってるんじゃないですか、うん、あのルーキーの西立だったり、はいはい、あ、西立、ね、あと外国人選手ですね、はい、左だったね、あと大勢もいる、大勢だよね、大勢も。ですけどもさほどなんかすごい強いっていうほどでもないですよ。ほどでもない、あんまり打ってないですし、はい、まあジャイアンツもその開幕当初ピッチャーは意外と先発に誰投げるのっていうふうに思って僕見てたんですよ、はい、で菅野もオープン戦悪くて、で僕ね、あのジャイアンツが台湾で、ああ、ありましたね、オープン戦行ったでしょ、ね、はい、あったじゃないですか、はい、あの時菅野投げてるんですよ、はい、で僕あの時たまたま僕台湾行ってたんです
あ、そうなんですか。遊びで。遊びで。はい、で何気なしてる見たら、あのその試合やってた。オープン戦やってた。うん、で見てたら、まあやっぱり菅野投げてるから気になって見るじゃないですか。めちゃくちゃ悪いと。ああ、そうですか。いや軽くまっすぐもあの台湾の選手にも打たれてるし、今年調子よくねえのかななんて見てたらね。ガラッと変わったでしょ。そうですよね。この前中日戦でもね、だから菅野が安定してる、うん、まあ菅野がまあね、あの前世紀ほどではないけど、うん、やっぱりねここ最近なくいい、うまいですよ、うん、うまくピッチングしてるし、うん、あのまた小林誠司が生きてるんで、ね、うん、まさかの、まだキャッチャー変えて、キャッチャー変えてって、それがハマってるんですよね、うん、今、うん、で成長が著しいのが、まあその勝ってるけど山崎、ああ球めちゃくちゃ強くなっとるんですよね、うん、ストレートね、その通りです、その通りです。俺びっくりした、なんでこいつこんな球強くなったっていうぐらい、スタミナはねちょっとまだ課題はあるけど、うん、もう前半戦打てへんね。いやもう全然すごくいいですね今年、うん、あびっくりした、やっぱ成長したよね、はい、成長しました。俺間違ってなかった。なるほど、本当にちょっとね、うん、赤星君と競り合ったんですけど、はいはい、ちょっと抜けちゃった、抜けちゃった、はい、その通りでございます。まっすぐ強いんですよ、強いです。だからバッターが あまりこう対応できない、うん、特に前半戦5回ぐらいまではめちゃめちゃいい、ちょっと後半垂れるけども、うん、いいよね、うん、いいんです。その阿部監督の采配についてはどうですか、お二人なんか感じることはないですか。まあまあまあ監督我慢してるね、阿部監督ね、あの采配について、あこの前もちょっとど忘れでした、何戦でちょっと引っ張りすぎだなと思ってやられてたけど、まあ、その辺の度合いがこれからね経験で変わってくると思うけども、もっと阿部監督喜怒哀楽出せばいいのね、うん、あんまり表情を出さないようなね、まあ、あれは自分で意識してやってる話ですね、あれね、なんか聞いたら でももうちょっと喜怒哀楽出してもいいんじゃないかなっていうのは思いますけど、ね、選手にとって喜怒哀楽もういっぱい出す人とそれから冷静に見てる人どっちがいいんですか。まあそのタイプじゃないですか。いるじゃないですか星野さんはね、もう喜怒哀楽いっぱいで大変でしたけど、うん、まあだけどそういう人とやった時にはやはりあの、ね、何もポーカーフェイスでのがいいと思うし、そういう人やったらもう少しね、何考えてんの、まあだから逆に言ったら高木さんですよね。あ高木さんは意外とまあふてくされますけどでもどっちかって静かにしてますけど、まあいろいろ経験しました。まあ、ないものねだりですよ、ね、あなるほど。まだ巨人のその怖さっていうのはまだ出てないですね。僕もそう感じる、まだどっちに転がるのかわからない。なるほどね。まあでもピッチャーそこそこ思いのほかいいなっていう印象はありますね。なるほど、うん、はい、まあちょっと打てないけどね。あ、うん、名古屋チャンネル、3年目の立浪監督、チームも変わらなきゃいけない、それから自分も変わらなきゃいけないんだというようなことを記者会見かなんでおっしゃったということですけど、何か変わってきたところってありますか。どう、僕の中でもう少し表に出てほしいなっていう、だからベンチどうしても後ろに引っ込んじゃうんで、 あ、はい、あれどこのシーンでしたっけね、なんか誰かのホームランかなんかヒットのあれで満面の笑みで辰巳監督選手をベンチで迎え入れたシーンあったんですけど、もっと出てきていいと思うんですけど、そうです、どうしてもなんかもう劣勢になると後ろに引っ込んじゃうみたいな、もうちょっと監督自ら盛り上げていいのかなっていう部分はありますね、僕の中で、はい、その僕もこのピカチャンネルで何回か言ったんですけど、はい、何も言わないっていうことをよく言うじゃないですか、はいはいはい、勝ってる時は言わないんですよ、うん、だけど負け出すという可能性があるし、うん、やっぱりまだまだね、うん、いや監督だから言ってもいいんですよ、うんうんうん、だけど、まあ、そこは最終手段として言えばいいけども、うん、もっともっとコーチをね信頼して、自分がやっぱり連れてきたコーチなので、はいはい、コーチに任せてやってほしいな、うん、もうこれを今年は貫いてほしいな、まあ、彼もそれはね少し自分の口からも言ってた、今年は何も言わないって、はい、っていうことを本当に嘘を偽りなく、うん、1年間通してくれればなと思いますけどね、うんうん、まあいろいろ僕らもやっぱりね毎日ほぼ毎日バンテリンでも行くといろいろな情報がね飛んでくるわけですよ、うん、まあ、1年間続けてやってほしいですね、コーチ信じてほしいです、はい、そういえばギャオスさんが YouTube とかいろんなところで辰巳監督のワーワー言ってる、山崎さんがこの正月番組でお前キャンプの時に話もしてもらえんぞというようなことを、うん、
ズバリ最下位からいきましょう。で3年連続最下位安心してください、びっくりマークですから、かっていうことですから、か、はい、10位はこうなりました。6位だね最下位、おい最下位、内藤さん最下位か、ギャオス内藤さん、はい、新戦力入ってもうそれですか。いやこれが一つの方向に向けるのかなっていう感じがしますね、僕の中では。まだダメですか。だからこれが1年目だったら僕は楽しみなんですけど、やはり今年1年となるとなかなか同じ方向には向けないのかなっていう感じがしますね。もしそれが大外れだったらもちろん僕は何ぼでも謝ります。土下座してもらいますよ。はい、全然大丈夫です。はい、もう本当にすいませんでしたってそれ言いますから。本当ですか。はい、常に僕はあのヤクルトは言ってますから、ドラゴンの選手には起爆剤として。ああ、なるほどね。クソギャオスって言いながら、クソギャオスって言いながら、おっしゃってましたが、実際にキャンプに行ってどうでしたか。大丈夫でした。大丈夫大丈夫だと思いますよ。いやね、立浪監督はそこはすっごい大人、あ、言われてることも全部分かってます。分かってる。いろいろ叩かれてること、誰が何を言ってるかってことも立浪監督は頭に入ってると思う。でも行った時には、うん、立浪監督の僕だったらできないですよ。あ、そうです。僕監督でギャオスがガーガー言ってたら、うっせえこらって僕はやります。でも立浪監督が追ってたからそれは一切やらない。いや、あ、こんにちはご無沙汰してますってちゃんと挨拶しに来てくれる。ああ、なるほど。あれはね、立浪監督すごいね。ああ、もうあれは自分ができないから、ああ、立浪後輩立浪として、うん、監督じゃなくて、うん、後輩立浪として、いや、こいつすごいなって思う。なるほどね。言いたいこと山崎さん言ってんじゃないですかって言いたいっすよ、ね。だけどそこはこんにちは山崎さん、どうもって言って、で監督にこうどうなのって言ったら質問に答えてくるし、はい、そう、よう喋ってくれるんだわとおっしゃってましたね。いや、僕は悪口言ってるつもりじゃないんで、あ、はいはい、本当のこと言ってるだけの話であって、あ、そういう部分ではな、全然大丈夫。まあ、そう、大丈夫ですよ。我々仕事なんで、あ、いやいや、はいはい、気にする方がおかしいですよ。あ、そう確か安倍ちゃんもそんなこと言ってたよね。だって逆だったらやっぱ言うもんね。僕は全然言って、うん、まあ、そこで盛り上げちゃいますよ。ああ、本当。だけど俺は大人の対応じゃ、もし自分が逆の立場だったらって言ったらできない。大人になろうよ。なおい、お前できんだって言ってできん、どっかでじゃあできんだったら、あったね。なるほど。サンデードラゴンズ初代アシスタントの古木です。もうピカイチ名古屋チャンネル登録していただけましたか。登録、そして高評価、またまたコメントもぜひお待ちしてます。よろしくお願いいたします。そして私も冠婚葬祭いろんな司会をやっております。どこかの司会でお会いしましたらぜひ声かけてくださいね。お願いします。